こんばんは。こんばんは。聞こえてるかな？聞こえてますか？こんばんは。どうも皆さん。こんばんは。聞こえてますか？聞こえてるかな？あ、よかった、聞こえてる。こんばんは。なんかね、そうなんです、急で本当にすみません、個人配信をしてみました。あのね、今日ちょっといろいろしてて空きがあるなと思って、できるなと思ったのでタイミングでやらせてもらってます。なんか最近いろんな、ありがたいことにいろんなことがあって、いろいろお話できることがあるなと思ったんですけど、なかなか今ブログとかもちゃんと書けてなくてすみません。だからこう時間をかけてまとめる前に皆さんにお話直接ねできたらいいなと思って、今日急遽決めちゃったもんで、告知とかもできずでね、なのにすみません、皆さん集まっていただいてありがとうございます。いろんな話をねしていけたらなと思ってるんだけどさ、私あのさ、コメントは来てるんですけどね、いた、ゼロ人にずっとなってた。なんか多分本当に告知ができてないので全然あれかなと、誰も見れないかなと思ったんですけど、お友達に教えてあげてください、ちょっとだけやってるよなんて言ってね。すいません、今日櫛も持ってなかったし、さっきはね寝ちゃってたから乱れてますが、お願いします。あー、そうなんですか、あやねさんが言ってくださってたんですね、の曜日で、ありがとうございます、優しい、嬉しいね。こんばんは、あやねさん大好きです、ほんと優しいですよね、いつもありがとう、ありがとう、ごめんね。よし、そんな感じでいきましょうかね。今日はね、いつもの個人配信みたいにずっとはできないんですけど、ちょっと短いかもしれないけどお願いします、そうだね、まずはその話ですね。そうなんですよ、先日5月の30日にあの楽天生命パーク宮城にて始球式をさせていただきました。ありがとうございました。去年ぶりだから、2回目ですね。ありがたい、まさか始球式を一生のうちに2回させていただけるなんて思っておらず、びっくりしました、本当に嬉しかったな、本当。見てくださいましたか？どうでしたか？そうなんですよ、あの今コメントにもあったんですけど、あのグローブを球団の方が作ってくださって、投球のね練習をしてたんですよね。そしたらあのスイッチくんとクラッチくんとクラッチーナちゃんが来てくれて、なんかこれプレゼントって言ってくださったんですね。本当に嬉しかった、もうなんていうの、嬉しすぎてなんか上手にっていうかさ、あのなんていうの、本当に嬉しい時ってはぁってなっちゃうんですよね、引きの方になっちゃったんですけど、でもすごい伝わるかなって3人に言っててね、みんな頑張ってって言ってくれて頑張れました。その練習もあの球団の野球経験者の方が練習一緒にやってくださったんですけど、あのね5本に1回ぐらいストライク入ったんですよ。だからなんかね、これでいけたらいいなって、これが本番で1回きりじゃないですか始球式って、だから本番できたらいいなってって言ってたんですけど、もう皆さん優しくて大丈夫だよできるよって信じてくださってたので、じゃあ私はもうやるだけだと思って頑張りました。頑張ったっていうか、なんか楽しもうっていうのを一番に思ってたので楽しんでできました。うん、嬉しかったです、本当にこんな夢みたいな時間でした。去年も緊張しすぎて頭が真っ白になったんですけど、去年よりも正直緊張しました。やっぱ去年届かなくて悔しくて、で今年はノーバウンドで届かせたいなと思ってたので練習しましたね。嬉しい。今日ちょうど今ね試合中ですよね。
いつも、こうやって配信やってて試合中だとコメントで速報を皆さんくださるんですよ嬉しい、ありがとうございます、うん、そうなんです、それも嬉しかった。今年はその日試合もね勝利で嬉しかったですね。試合も見せていただいてて、とってもね、もうずっと見てました。ずっともう気づいたらこうなってましたすごく素敵な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。そうなんですよ、ラジオの方もね、ラジオシーグルスずっと夢だったんですよ。イヤホン舞台で私ずっといつかいつか叶えばいいなっていうのをブログに書いたらすぐに叶ってしまって、あーびっくりしました。夢って叶うんですよ皆さん、びっくりですね、嬉しかったです。うん、ありがとうございました。うん、あすごい、コメントこんな早かったっけ早い。うん、そう、あのね結構メンバーもスタッフさんも見てくださってて、去年よりもねたくさんの方が見てくださってました。知り合い嬉しかったです、ありがとうございました。そんなところかな。始球式の話もねちゃんとブログにしたいなと思ってるので、ごめんなさい、私ブログ本当にさ書きたいことが多いんだけどね、ごめんね、書く書く、申し訳ない。うん、そうね、そんなところですかね。あと私何の話しようって場面に書いたっけいろんな話、うん、待っててごめんね、絶対に書きます。うん、ちょっとさ乱れは許してねあ、こうじゃない、よし、明るくなった。そうなんですよ、18時45分からテレビ朝日さんであいつ今何してるに出ます。これ配信終わったらすぐかな、ぜひ見てください。収録はねちょっと前のなんですけど、ぜひ見てください。うん、あ、そうね、いろんな話がしたかったんですよね。うん、そうなんです、久保チャンネルっていうのも始まりました。それも直接伝えられる機会はまだなかったね。そうなんですよ、乃木動画さんで久保チャンネルっていうのが始まりまして、あのね現場で会うたびに結構いろんな方に久保チャンネルすごいよって言っていただけて嬉しかったです。私もまさかさ乃木動画さんで番組というか持たせていただけると思ってなかったのですごく嬉しかったですし、やっぱ普段聞けないこととか聞きたいこととかをメンバーに聞けるっていうのはね私もすごく勉強になるし、なんかライブの新しい楽しみ方、メンバーはこういう風に見てるんだな、この時こうだったんだなって思いながら楽しんでもらえたらさらに嬉しいなってちょっと思いますよね。うん、ですかね。うん、そうなんだ、そうなんだ、そういっぱいコンテンツがあるじゃないの、乃木動画さん。その中でね、苦しんでもちょっと、苦しいじゃない、久保チャンネルもちょっと見ていただけたら嬉しいです。苦しんでってコメントあった、苦しんでも見てくださってますか皆さん。もうね最終章に入っちゃいますね、どうですか皆さん、見てくださってますか。カンテレさんではもう明日かな、最終章入るから7話かの放送が始まります。なんかさ始まってで時のドキドキ感を今でも覚えてるんですけど、あもう終わっちゃうんだという気持ちにもなってます今。嬉しかったのでね、やっぱりこんなありがたい機会ないですから、うん、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、一番好きなドラマ、ありがとうございます。なかなかね勉強になりますよね、うん、思います。あ、そう、主題歌を歌ってくださってるハクビさんも最終章にはドラマの中にもね出演されるので、ハ
あくびさんとても優しかったですね。あの取材で直接この主題歌のを聞いた感想っていうのを話させていただいたんですけど、あくびさんの前ですごくね、ああ嬉しいですって言ってくださって、こちらこそっていう気持ちでした。本当に素敵な方々ですね皆さん。嬉しかったね。大阪素敵なところでした。そう、前編大阪で撮影してたので3月かな、3月いっぱいかな。だからありがたいですね、ほんと懐かしい。もうそんな日々が、うん、あ、2万人に行った。おっと、2万人行ったと、ありがとうございます。2万人も見てくださってるなんての中ちょっと申し訳ないのだが、コメントが見えなくなった、ので一旦切るね一旦切るね、一旦切ればいいのかな、一旦切ってまたすぐやるね。ちょっと待って、ちょっと待って、すぐやる、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい、一瞬切る、え、待って、すぐ戻る。あ、でも待って、続きから、うん、あ、見えてる見えてる、続きから、続きから、え、でもね、いきなりね、2万人いるよ。えよかった、ごめんなさいごめんなさい、本当にすいません、許さない、なんで、でもみんなすぐバレてるし、しかもえ、ももこすぐバレてるよ。え、ももこ今暇、暇じゃないよ、よいしょ、大忙しよ、ももこ嘘つけ、ほんと大忙しい、1分ちょうだい。でもね、見てたよ、うん、見てたの、ずっと、うん、みんなも、ももこってバレてるよ。で、ももこ見てるよってね、うん、あのコメント送ったの、どこどこ見えなかった、4回ぐらい送ったんだけどさ、うん、じゃあみんなの熱に負けたよねみんなの方がすごかったすごかった、え、なんかね、そう、今あった3期ライブの話をしようとしてたんだよ。楽しかった、めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったよね、めっちゃ楽しかった、終わった後の空気やばくなかった、みんな、なんかもう切ない思い出すと、なんで切なくなるのえ、なんかね、ブログ書こうって思うの、うん、だけど思い出せば思い出すほどなんか泣けてくるからさ書きたくなくてえ、みんながさ、さっきのブログ書くたびにさ、思い出せない、そんな言ってたら今涙です、ね、なんでよ私泣かせないみたいな、ねえ、もうなんかさ、思い出せばさ、思い出すほどなんかね、うん、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、わかる、悲しくなるよね、ねえ、うえー、これどういうことなの、いいな、ももこ映ってないじゃん、そうだよ、おかしいじゃん、ももこメイクしてないもん、いや楽しかったんだよね、そうなんだよ、なんかさ、嫌じゃん、なんか個人配信で泣いてるやつみたいなじゃん、みんなね、うん、みんなね、めっちゃしっかりしてた、あ、ももこはしてないけど、してたよ、してないけど、うん、なんかね、すごくね、4年前と比べたらね、すごかったよね、うん、なんかもうみんな大人だったのね、リハーサルからすごかったもんね、そう、なんかもうずっと、ももこなんかライブさ、うん、あの覚えるの得意じゃないからさ、うん、ずっとずっと間違ってるし、ずっと迷ってんだけど、うん、なんか誰に聞いてもみんな答えてくれたでもさ、それはあれだよ、ももこがさ、うん、そんなにできないって言うんじゃなくてさ、うん、できないってなったらさ、誰よりも早くさ入ってさ練習したりしてたのみんな知ってたからだよ。いや、そんなことないよ、なんで嘘つくのこの人すごいんですよ。え、すごくない、そんな、ちょっと、うん、なんかもう一回頑張ってるみたいな違う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 、それ当たり前でできないことだよ、そりゃ、できないからやらないとやばい状況だったね、うん、それでみんなさ、でもそういう意味ではみんな余裕ができたんじゃない、
なんか4年前はもう自分のことしか考えられなかったじゃん、うん、余裕ができたから誰かの位置とかも覚えられたんじゃん。いや本当にすごかった、うん、楽しかったね、うん、でもさ、いっぱいみんな褒めてくれたじゃん、うん、みんな褒めてくれた、うん、もう最強だって思ったよね。え今日もね、うん、今日の取材でね、うん、なんか全然違う取材だったの、関係ない取材だったの、うんうん、でもなんか3期生の話になっちゃって、うん、で、あのインタビューの人に、うん、え、ライブ見ましたって言った、うん、もう最高でした、最後は3期生で本当に良かったと思いました。なんかね、僕もライブの後にさ、うん、撮影あったのよ、うん、なんか初めて、うん、なんかインタビュー熱く語れたそれはご縁があるそれはさ、うん、なんかさ、いつもさ、なんか、うん、なんだろう、でもさ、なんか違うじゃん、うん、ちょっとご縁ある、違う、あ、分かるよ、ちょっとフォローして、分かったいつも、うん、あの話すし、話せることも嘘は言ってないんだよ、うん、そうそう、だけど、今回のライブ、本当になんか今回のライブが特別だったの。そう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 、そういうこと。なんかさ、うん、でも今まではライブをやった後もネガティブな感情ってあったじゃん、ね、なんかできなかったとかさ、うん、頑張れなかったとか、だけどなんかもうすごい、うん、なんかそんなのよりも先に楽しんだっていうのがめっちゃあって、ね、楽しかったよね、うん、でもリハーサルちゃんとやったから楽しかったんじゃない。まあさ、ね、不安だったけどリハーサルやっても、でもなんだろう、いつもよりも楽しむことができたよね。そう、なんでだろうね。でもなんかもうみんながさ、うん、キラキラしててさ、うん、もうなんか可愛かったよね。可愛かった説明は、ね、思った。可愛かった。何が楽しかった。何楽しかった。私、うん、え、なんだろう。でもさ、うん、楽しいとは別だけど、頭から見るとさ、うん、頭5曲か連続で3曲だったじゃん、うんうんうん、汗やばかった、ね、汗やばかった。あ、でもね、うん、あのさ、こうダダダダってやっていってさ、うん、最後にブランニューデーだったじゃん、うん、でさ、ブランニューデーやるときってさ、この歌ってる3人がこう列になってるじゃん、あ、なってる、縦にね、で、うん、あの3人がね、なんか楽しそうに前に出てくるところを見てるとね、すごいウキウキした、ウキウキしたよかった。めっちゃ好き、ブランニューデー。めっちゃ言ってくれるよね、めっちゃ楽しくない。楽しいね、楽しいよね。ブランニューでいいよね。めっちゃいい。MV 楽しかったしね。そう、最高だった。最高だったよね。なんかいい場所だったしね。めっちゃ良かったよね、自然でさ。なんか元気になったよね。元気になった。あとなんだ。でもあの時の久保さんめっちゃ可愛かったし。え、めっちゃ言ってくれるよね。めっちゃ可愛かったよ。本当？うん、え、ちょっと入ってるこれ。入ってる。で、ごめん、コメント読むね。よきよき。あ、ももこ、うん、手振り付けできたって来てる。あ、これじゃない？いいんだよ、ももこはそのままで。楽しんだよ。あ、楽しんだもんね、うん、いいんだよ。あ、バリバリ入ってるって。じゃあ、ももこそんな長いしたらね、うん、久保さんのショールームなのに申し訳ないから。なんで？帰んの？思いだけ伝えたから。思いだけ伝えた。ごめんね。ありがとう、全然。バイバイ。気をつけてね、うん、バイバイ。帰っちゃった。ごめんなさい。みんないなくなっちゃうかな。みんないなくなっちゃう？桃子帰っちゃったから。びっくりした。私もともと桃子出る予定じゃ全然なかったんだけどさ、あのさ、待って待ってってなって、なんでだろうね、来てくれました。本当に出る予定じゃなかった桃子。嬉しいね。桃子もね、お仕事があるから行っちゃったけど、ちょっとあれなのかな、空き時間だったのかな。楽屋でもずっとああいう話してるよ。楽しかったねって。何楽しかったねみたいな話ずっとしてます。泣くと思わなかった。桃子ずるくない？桃子は見えないからさ、泣いてます。桃子泣いたら泣いちゃうんだよ。だって好きなんだもん。しょうがない。可愛かったね、声だけでも。ありがとう、みんな。3期ライブね、本当に楽しかったんですよね。なんか、忘れられないライブだった。本当にもう本当に忘れられないライブだった。なんだろうな、あ、でもその自分の意思じゃないけど、自分はこういうのやりたいなみたいな、どういうのがいいかなみたいなのを考えて伝えられた時に、私はアンダー曲をどうしてもやりたくて、やりたかったから
嬉しかった。マイルール私はできて、あと三角の空き地もやってたんですけど、でもね、どの曲がやりたいって聞かれた時に、私一番三角の空き地って言ってたの。三角の空き地、三角の空き地どうですかっていう意思を示してたんだけどさ、三角の空き地は出てないんですよ。そしたらみんなに言われた。え、出ないのって言われて。そうなんです。でもマイルールも大好きだから嬉しかったですね、うん、私ね、やっぱね、かなさん好きなんだよね。春メロ、なんかさ、わかんないんだけどさ、今までのライブで楽しかった瞬間って考えるとさ、あの、私ポッと出てくるのが春メロのエイスイヤーバースデーライブの春メロなんだよね。めちゃめちゃ楽しかったんだよねとか思い出したりなんかしてました。あとは、あ、春ジオンが咲く頃、白い雲に乗ってとかは、桃子いなくなっちゃったけど、歌割りがね、ほんのささいなのところは桃子と2人で歌割りで、それはフィフスイヤーバースデーライブの時からでずっと嬉しくて、後の6じゃない、セブンス、私出てないからセブンスか、セブンス、嘘ついてる、セブンス、それはダダピロいいかな、人はなぜかな、あのね、桃子とね、先輩もいる中で歌割り一緒にやらせていただいたこともあったりとかして、これ白い雲じゃないや、それはね、人はなぜだなんだけどさ、嬉しくて、でもみんなで話してたのは、なんかさ、そのフィフスイヤーの時の映像と今の映像っていうのをリンクさせた感じだったんだけどさ、なんか、あ、3期生もそれができるぐらい歩んできたんだなって、そういう先輩のを見てるだけでうるっときちゃってたのが、3期生もそういうのをさせていただくとかいうか、あの、やらせていただける日が来たんだと思うとちょっとうるっとしたし、リハーサルやって楽屋戻ってみんなで見た、一回なんかマネージャーさんが、ねえ見て感動するからって言ってくださって、でみんなでリハーサル終わって戻ってすぐお昼ご飯食べながら、見てって言って、誰が変わって誰が変わってないねとか話して楽しかった。その時間もうずっと仲良しだった、みんなリハーサルからもう楽しそうでしょうがなかったね。ちゃんとさ、あの、苦しい時間帯もあったけど、だからこそみんな最後は楽しもうってできてた。その先頭に立ってたのは運命だったかな。みなみんがもう楽しめりゃいいんだよってずっと言ってたからね、嬉しかったです。僕だけの光はさ、もう私絶対泣かないって思ったの。もうリハーサルでヤマとリリは泣いてたから、でも私は絶対泣かないぞ、泣かずに頑張るぞって思ってたんだけどさ、でももう頭の方でうるっときちゃって、でも、あ、大丈夫大丈夫と思って歌ってて、ふと横を見たらもう勇気が溢れる溢れるってぐらい、もう目真っ赤にしてて、あー、そうだよね勇気と思ってね、ちょっとうるっときたね。なんだろう、3期生みんなね、3期生の涙に弱いですからうん、そういえば今日勇気とも会いましたね、お仕事で。うん、なんだろうな、4年前はね、桃子のピアノでやってて、今回は蓮華と葉月のギターでさ、2人ともずっと練習頑張ってたし、当時の桃子もずっと練習頑張ってたし、なんかいいよね、同期のためにじゃないけどさ、同期を思うとなんかできちゃうことってあるんだなって、3人を、桃子とかね、当時の桃子と今回の2人を見てて思ったからさ、自分もなんかできないかなって思いましたね、すごく。うん、そんな日だった。あとやっぱ4期生と2期生さん1期生さんの曲をやらせていただいたのは嬉しくて、私はずっとアゲインストをやってみたいなと思ってたんですよやってみたいなって、なんか、本当にすごく当時のこの曲が出た当時すごく自分に刺さったんですよね、この歌詞が。すごく、じゃあ自分たちは何をしないといけないんだろう、何が必要なんだろうっていうのをすごく考えた曲だったので、それを今5年目になって自分はどういう思いで歌うんだろうっていうのにも興味があったし、でもすごく、あのね、落ちサビ
って全員で円になって全員で中を見て踊るところがあったの。もうなんかねわーってなった、あのグーってなった。アナスターシャもねいろいろ考えちゃったけど、アナスターシャはね大好きな人たちの顔がいっぱい浮かんだの。いっぱい浮かんでどうしたらいいか分かんなくなっちゃった。いっぱい浮かんじゃったね。アウトオブザブルーは山下がおかしいぐらい楽しんでました。山下と二人で、でもあのね山下と二人でスキッズライブの時に振り覚えてたから完璧。みんな気づいた？あの人生なんか退屈で、人生なんて退屈で長すぎる、新中3組だったのみんな気づいた？あれ3人でさ、あれは嬉しかった。みんな気づいた？気づいてた？あ、気づいたよ。本当3人で嬉しくておーってずっと言ってました、リハーサルから。嬉しかったですね。うん、インフルもシンクロも、シンクロもねすごかったね。みなみんはかっこいいね。きっかけも緊張した。なんかあんなありがたいことないじゃない、みんなの歌だから。もちろん全部なんだけどさ、きっかけなんて特に。であんなねありがたいパートをいただいて、ものすごい正直プレッシャーと緊張だったんですよね。もう計り知れない、自分でも分かんないぐらいの緊張だったらしくて、あのさ3人で最初歌うじゃん、3人で A メロを歌って、で他の子にカメラが行った時に、海は気づいてたのかな、ポンポンって背中叩かれて、もうそこで泣きそうになっちゃって、あーダメだダメだ、自分には役割があると思いながら、でもなんかうん終わってほっとしちゃいましたね。でもすごい響きました、この曲はやっぱりね響くね。思い出ファーストもさ、みんな大好きな曲だから、最後のララララララで1回目のリハーサルで桃子がみんな離れてるから、おいでおいでってやんなかったから、なんでおいでおいでやんないのって言って、おいでおいでやってほしいって言っても誰も来ないじゃんって言われて、でも私は行くよって言ってポジション決められてるから行けないのに、私は行くからやってって言ったらやってくれました。映ってないんだけどね。おいでおいでやってくれましたね。アンコールもね、アンコール前にねみんなで集まってもう一回エンジンした。仲良しみんなとかかな。新曲もあってすごい楽しかったね。アフター配信の2曲はね、私どうしても人はなぜやりたいなと思ってたらね、人はなぜやりたいって子が多くて、人はなぜ走るのか、思い出の曲なんだよね。やっぱフィフスでやらせてもらってたし、やっぱ盛り上がるし、あの曲私大好きなの。嬉しかったね。うん、そんなところですかね。3期生ライブ本当にありがとうございました。なんかやっぱりブログになると全部は書けないからね、だからうん、そうよ、こうやってね1曲ずつ話せるのはここだけだったから話せてよかったです。やばい時間がない、舞台の話もしたいの、舞台の話もしたいの。稽古をやってました。稽古をやってました。楽しい日々でした。やっぱ落ち込むんだけどね、自分やっぱすごい方々ばっかりだし、自分の力不足に落ち込むんだけど、でもそのなんだろう、本当にね素敵な方々ばっかりなの。そう、毎日ごめんね、モバメで毎日稽古日記なんていうものを送ってました。あの、あ、舞台見に来てくださるの、ありがとう、嬉しい。ヨーロッパ企画の人たちは優しいですか？とっても優しいです、とっても優しい、本当にみんなお兄ちゃん、みんな優しいお兄ちゃん。そう、リコさんは楽屋の隣の席は藤谷リコさんだったんですけど、リコさん私のためにおにぎりを作ってきてくださるのでね、いやブログで書こう、
ブログの下書きには書いてあるんだけど、とってもね、稽古最終日にすごく素敵なね、もう泣いちゃうぐらいのおにぎりをいただいたんですよね。え、やっほー、誰だと思う？みんな来る回なの？あ、これで分かったよ、誰か。え、また来たの？もう終わっちゃうんだよ、あと7分で。ねえ、なんで？入ってる。あ、ほら、もうみんな分かってる。でんでんでん。分かるんだ。分かるでしょ。この後でしょ。そう。猫舌？あー。ね、なんで喋ってくんないの？なんで猫なの？猫舌。あ、そういうことか。でんでした。バイバーイ。頑張って。あと7分。あと7分頑張るわ。もうあと6分だ。じゃあね。バイバイ。あとでね。でんも来た。みんな。モモコが連れてきた。正確には。上手だよね。この後見てね、猫舌吉田とデン見てね。アイティもいるのかな、準備中かな。そう、どこまで話したっけ、舞台の話。そうなんですよ、そんなところですね。本当に皆さん仲良しで、いろんな呼び方で呼んでいただいてます。しーちゃん、違う、しーちゃん、違う、しーくぼちゃん、しーちゃん、しーちゃん、しー、くぼちゃん、くぼなどなど、いろいろで呼ばれて、もうお兄ちゃんとお姉ちゃんがいっぱい増えました。嬉しい、本当に素敵な、そう、素敵なご縁でしたね。私は本当に出会いに恵まれているなと思いました。本番がね、6月の6日から始まるんですけど、まだまだできると思っていますと上田さんからも言っていただいて、演出家さんの上田さんからも言っていただいたので、うん、これが終わってからもまた読んで、うん、本当ギリギリまでできることはやろうと思ってます。やっぱさ、メンバーのいない環境での舞台が初めてなので、嬉しさもあるけど、やっぱり不安もあったんですよね。でも皆さん本当にお優しくて、うん、とっても素敵なね、舞台になってます。そのこの座組の中の良さがそのまま出てると思って、うん、あ、そうなんですよ、原作の夜は短し歩け乙女の原作者の森見さんが、ね、全員に、ね、手ぬぐいを送ってくださって、私はね、スズメでした。竹の中の可愛かった、うん、みんなだから、みんなお揃いってことだよね。みんな柄違いで持ってますね、うん、ね、そうなんですよ。原作もとっても素敵だからね、原作のその素敵な、なんだろう、原作の感じを残しつつ、でも舞台ならではの感じもあって、すごく素敵になってます。うん、そんなところかな。舞台の話もね、もっとゆっくり本当はしたかったんですけど、すいません、急ぎ足になっちゃったね。でもどうしても舞台のさ、始まる前にやりたいなってずっと思ってたので、できてよかったです。本当に稽古は毎日刺激的でしたね。いやー、すごかったよ。毎日緊張していってたんだけど、初日舞台稽古初日の前日とか泣いてましたから、もうどうしていいか分かんなくて、って思うと今稽古場に行きたいって思う自分がすごく嬉しかったですね。竹中さんすごい面白いです、素敵で、竹中さんとあとその歌舞伎界から中村ひかるさんっていう方がいらっしゃるんですけどね、そのお二方のね、お芝居に笑いをこらえきれなくなっちゃってね、ちょっとね、大変でした。玉置さんもすごくお話を聞いてくださったりとか、こうしようっていうのを細かく一緒に話してくださって、とっても救われています。耐えられないの、笑いこらえちゃうね、こらえます、ちゃんと。サバさんは本当に本当に、ハヌキさん優しいです、いつも。
沢さんはいろんな呼び方で呼んでくださいます。嬉しいね、うん、なんだろう、なんか笑いがあるっていうか、多分私がおかしいのかな。でもみんな稽古中ずっとみんな笑ってましたよみんな自分が出てないシーン笑ってました黒髪の乙女っていう役をやらせていただけて本当に良かったなって。あとはこっからね、まだまだ頑張ります。沙織さんはね優しいです。ノートに落書きしてくださったり、団長はいろんなラップをね、ラップいろんなラップじゃない、いろいろ教えてくださるんですよ。で私は勉強しますって言って書いてます、教えてくださったの、うん、あ、3万人もありがとうございます。もう終わっちゃうんだけどね、ありがとう、ごめんなさい、一回切れちゃったりとかして、それは本当に申し訳ない。そんなところでちょっとねいろいろあるのでもう終わらなきゃいけないんですけど、そうですね、まずは6月6日からの舞台、来てくださる方はぜひお待ちしてます。頑張ります。きっとあれでしょ、舞台が始まる前のにお見せできる時まだあるかもしれないけど、こうやってできるのは最後だと思うのでぜひ見てください。そしてこのあと5分後くらいかなから始まります、あいつ今何してる、テレビ朝日さんでやりますので、そちらもぜひご覧ください。あとはそれぐらいかな。ドラマ黒心理もう明日、それ一番見てね、最終章始まりますので関西の方はぜひ見てください。そんなところで個人配信終わっちゃいます。皆さん本当にありがとうございました。急遽決まったのに、桃子もでもありがとう。またお会いしましょう。始球式もありがとうございました。またやります、個人配信ありがとうございました。バイバーイ。